上級トンプーを打ちます。ドラは初で、この手牌チートイツドラドラまたは本イツとかチャンタとか手悪絡み、A は役牌、音量をアップ、これを例えばペー泣いてもいいとこペーチャンタとかペードライチ2000点くらいしか見えないんで、ペーが出てもスルー、もうちょっとピン、想図が伸びれば、ペイを泣いて、3900という感じでもいいんですが、リーチが来たので、何2つ落とせるかなと。ちょっと捨て牌がちゃんた系の捨て牌ですね。ちゃんた系の捨て牌です。なのでチートイとかもあるのでこれ泣いてもいいかな、ちょっと様子見で。少しこう喋りたいので、順は現物、まあ第1打目のリアンピンなので E ピンは通るという読みと、まああんまりピン不敬じゃないんで参考ならないけど、サブローピンは一応注意。でも3ピンは切った。手出しの初でしょ、手出しの初なんでチートイは大いにあるかなと。4枚切れなんで9ピンは通る、2ピンは現物、3ワンと老僧のシャンポンか、何か意図があったのか。もう少し待てば面単ピンまで行きそうなんですが、捨て牌が国士っぽいからあえてチュンチャンパイのリアン、チュンチャンパイのリーチ、まあそういう意図があったのかもしれないけれど、まあ自分で3枚使いの老僧のシャンポンなんで、あんまり上がりは薄いですね。トーン1曲ドラ E ピン、上の人が E ピン切ってる、まああの気づかず切ったパターンの可能性はあるし、普通に E ピン使えないんでもう切っちゃえという可能性もあるんで、3ピン2枚持ってたら E ピンは使うね。なんだろう。1、この数ピンも手出しなんで、1334から E ピンを切る、3ピンポンするってことはもう単位用ですね。1334の形からドラの E ピン切るってことはもう単位用ですね。赤とか赤3つとか。先点でそこまで動かないんで、まあ、残クは見えるだろうと。上は残クかマンガンです。親はピン付け。左もピン付け。ピンズの1334577から3ピンポン、まあでも読みは単ヤオで
上がりに来たなと。まあ順当にピンズが伸びてドラのチューンが重なれば一番早いですね。もう空振りホームランの理論で大きく狙って脳天でいいかなと。何よりまともに進めてこのピンズの裏めった時にがっかり感が半端ないんで、裏めった時にがっかりしない方を選択するのもいいですね。リャンシャンテン、まあ鎮逸なれば当然ドラ叩いていきます。人泣き満貫の面鎮逸だったら泣いてもいいかなと。まあドラ切っちゃうか。チーピンちょっとリーチかけちゃえ。ちょっとチューンがスルーされれば、チューンがスルーされればこれ鎮逸いったんですけど、テンパイ取らず鎮逸いったんですけど泣かせたんで、まあ自分でケツ付近に行ったみたいな。あとは3人とも泣いてるんでリーチには結構突っ張ってくるかなと。まあ突っ張らざるを得ないかなと。8000、まあ、もろ刃の剣ですけどね。3人が泣いてるってことは、まあスピードは3人の方が3人は速いと思うんで、リーチかけて突っ張らざるを得ないってことは相手もテンパイ維持してくるってことなんで、まあ、もろ刃の剣ですけどリーチの方がやや分があるかなと。トン三曲なんちゃドラ三蔵、まあ、単野王ですね。どうしよう、ちょっと将来的に単野王に手がまとまることを考えて、リャンワン切らず、キューワンも切らず、 E1 とか引くとちょっとこの辺でいいかな。この辺で一通は捨てよう。上の人はタンヤをドラドラとかタンヤをドラさんとか泣いてるけど、トップ見てる泣きですね。先天で流すっていう泣きじゃなくて、まあ、残駆8000は見える泣きだなと。で私一応オーラストップ迎えれるんで、ピンズからだったらチードラの三蔵もチーかな。単品ドラ1、三蔵だとドラ、ローソーだと三式。単品三色ドラ1。点数がへこんでればもう即リーなんですが、まあ浮いているんで。オーラストップでドラ9-1、ここは点数全くいらないんで、 9-1 なんかちゃっちゃと切って場を安くするっていうのはいい打ち方だと思います。まあ、できれば闇ピンフまたはクイタンのみまたは吐くのみとか。点数の高さはいらない場です。まあポンしてポンしますね。ポンして両面両面のイーシャンテン、まああわよくば白が出る前に面前でテンパイポン。これは勘しちゃダメですね。勘すると勘ドラ勘裏ドラが増えて、
他の人が大物手になる可能性があるので、 G ロン2000点、あ、ニックですね。トップからリーチ本一イーペイを直取りできたので、その後の展開も楽になって、まああのメイン本のリーチが実ったのが、まあ、勝因ですね。ただ一歩間違えると左のチュン本一ドラさんに振り込むこともあるので、こればっかりはその後の展開は。デニムキャスケットクールショート、まあ、せっかくなんで装備したいと思います。あれ、あ、倉庫が32分の32でいっぱいなんで、あ、移動しないといけないですね。クローゼットを減らして倉庫から移動して装備しないといけないですね。ちょっとこの辺りは自分でやっておきたいと思います。今回も見ていただいてどうもありがとうございました。またお願いします。